はいどうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、ストレスケアを目指す過程において、そのポイントとなる考え方をですね、2つの実例を使ってですね、紹介させていただきながら、ストレスをプラスの力に変えるということを、リハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきます。ストレスケアの大変肝となる部分ですので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。でストレスをケアする処方については例えば適切に薬を用いる薬物療法というのがありますしそれからリハビリあるいはカウンセリングなんかの非薬物療法というものもありますがその前提としてストレスの3要素と呼ばれるものを理解するということが大事になってきますでそれは何かというのがこのスライドの方になりますまずストレスというのはあらゆるものがそのストレスの対象になります例えば痛みですとか疲労ですとか空腹もそうですし寒暖差、対人関係、自然災害全部これストレスの対象になりますがこれをストレス要因通称ストレッサーなんて言い方をしますでストレスを回避するために生じる心身の変化これをストレス反応というふうに言いますそしてストレスを適切に対処する力のことをストレス耐性というふうに言いますでこのストレス耐性を高めるためには何をしたらいいかというところなんですがこれはこのボールを使って説明することができます人は皆生きているだけで生活しているだけで何かしらのストレスを抱えてますのでどんな方でもこのストレスをゼロにするということはできませんでストレスが例えば一方向からだけこうギュッと来てこれに対処するのであればまだいいんです。この力を解きのければいいんですが、もしあらゆる方向からストレスが来た場合に、すべてを消すということはできません。なので、こういった場合に何をするかというと、ストレスの打ち消す、ストレス自体を消すのではなくて、弾力性、これをですね、高めるということが実は大事なポイントになってきます。で、この押さえつける力をなくすのではなくて、歪みが生じるということを前もって想定して自らの意思で決めていくボールの弾力を高めるこれがですねストレスケアにおいては大変重要な考え方になりますのでぜひこの点をですね参考にしていただけると幸いですでもう一つストレスケアを目指す上で、ね、じゃあストレスをどういうふうに捉えていくかということも大事ですのでこの点を解説をさせていただきますでこれはコップにこういうふうに半分程度水が入っている状態というのを想像してみてくださいこの時に捉え方をする方が2人います1人はまだ半分しか入ってないという方もう1つはもう半分も入っているという捉え方をする方がいますでこれは決してどちらかが不正解ということではありませんある意味両方正解とも言えるんですがただ人によってこの捉え方をする方が2パターンいますでこれは何でかこれは人によって捉え方が異なるからということがあります。私たちはネガティブに物事を捉えると、すべての出来事が実は悲観的に見えてしまいます。ただし、もともと人はネガティブな思考をしがちであるという傾向がありますので、このネガティブな思考自体が決して悪いわけではありません。で、大事な点はネガティブな点があれば必ずポジティブな点もあるということです。で、これは物事ですとか事態を楽観するということとは実は違います。で、私たちの現代社会というのはまさにストレスフルな状況と言われてますので、日常生活の中で起きていることをすぐに大きく変えるということは決して容易ではありません。ですが、どう考えてどう捉えるか、つまり捉え方を変えることで、ストレスは不快であり、打ち消すものである、抵抗するものであるということではなくて、前もって柔軟に対応して成長するための力に変えるものだと捉えることこれがですねストレスケアの大きなポイントになってきますでこういうふうな形で前向きに捉える形でストレスからしなやかに立ち直る力のことを回復力とか復元力という意味でレジリエンスという言い方をしますでこのストレスの最も大きな要因やはり不安になりますのでこの不安を減らすには性格を変えるんではなくて捉え方を変えて行動を変化させるということが一番いいですでこれを用いたストレス対処行動
これを専門的にはコーピングというふうに言うんですが、このコーピングを行う際はできるだけ自分が好きな遊びとか余暇活動を取り入れることがいいというのが一つ、それからあといつどこでどのように行うかを自分で決めて行うのがいいというのが一つ、それから一つの物事で集中するというのが一つ、それから工程がはっきりしているものを行うということが実は有効であるということがありますので、こういうふうな形で行動を変化させることで気分も変化をするということをですね、ぜひ実感していただけるとストレスケアとなってきますので、参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうになりますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。